やばいやばい。どんな？ちょっとなんか風強くなってきてるよ。どうする？でも明日暴風行きだから買い物行っとかんといけないじゃん。じゃあ行きますか。今日のうちに大忘れて。多分もうスーパーいっぱいしてるはずよ。じゃあ行きますか、今日のうちに。ああ、俺は楽しみだけどね。塗られながら。行きましょう。ほら。一瞬で髪の毛はこうなりました。見て。明日でしょ、メインは。そうよ。台風、風が強いのは明日らしいけど、なんか。今日、暴風域入んのかな。なんと、今日のお出かけに関してですよ。私、携帯を忘れました。やば。これ持ってる。台風だから、停電したら大変だから、携帯充電しとこうと思って、多分帰ってきてすぐ充電したわけよ。 そしたら、差しっぱなしで出てしまう。なんかもっとさ、雨がめっちゃ降ったらさ、台風っぽくなるさ、雰囲気が、そうなってほしいよ。それがなんかテンション上がる。ワクワクしてるし。ほら、台風大好きだから。とりあえず何買うの？食料か。とりあえず、電気を使わなくていい、ガスで作れる食料。あ、停電した時に、ね、ガスでご飯作れるように、ラーメンか、カップラーメンみたいなのか、ね、は湯煎でできるやつとかね。そう、パスタとか、はい、これあれだよね、オール電化もいいと大変なんだよ。やばいね、停電したらさ。そう、それ全部使えないでしょ。絶対、あれがいいね、ガスがいい。ガスがいい。最悪、ガスが止まったとしても止まらんけど、絶対止まったとしても、うちらにはあれだよ、キャンプ用のボンベがあるから、あれでもカチカチできる。そういうの、1個持ってたらいいね、カセットコンロ。そうね、オール電化の人でもまた食材買うって言ったら忘れてた。話が飛ぶ。そうラーメンでしょ。ラーメンでしょ。あ、でもそんなもんだよ、ラーメンとか。あとお水もかけた方がいいんですよ。あ、断水とかする。断水、まあしないけど、なんかその、ね、たまになんかあるから。あれだからね、冷蔵庫に入れる系は買わない方がいいんだよね。そう、冷蔵庫停電したらね、ダメになるじゃん。だからね、パンとかで売ってるかな。もうなさそうだよね。今回でもそんなにめっちゃ大きい台風じゃないから、ちっちゃい方だから900、今65ヘクトパスカルぐらいでしょ。まあ普通ぐらい。そうね。ちなみにこのヘクトパスカルの会は沖縄の人しかできないって。あ、そうなんだ。そうだよ。台風、まあ、こんぐらいだよねみたいな。そう、台風が来ないから、そもそも沖縄車しょっちゅう来るさ。990とか言ってあれでしょ。そうそう、別にじゃないよみたいな。そうそうそう、920とか言ったらめっちゃでかいねみたいな、なるさ。確かに確かに。っていう会話は沖縄の人しかできない。面白。じゃあそれで通じたら沖縄の人説ちょっと。そうそう、まあかは単純に天気に詳しい人。本当はね、あれあるみたいなね、ポータブルバッテリー。あー、はいはいはい、あれでしょ、なんだっけ、バンライフするときに持っていくやつ。あ、そう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 。台風の前に、てか沖縄住んでる間に買っときたいよね。だからね、あってもいいよね、災害時とかね、そんなよね。あれやってないからやばいんだよね。外に出してるものまだお家の中に入れてないから、ちょっと飛びそうだよ。入れて。入れた？朝入れたよ。おー、違う違う、トイレとか。エリが寝てる間も入れたよ。ありがとうございます。全く気づかず。朝6時半から俺は見て、あ、台風だなと思ったから、朝6時半からじゃあ台風対策しようと思って一人でゴミとか外にあるやつ入れたりとかした。ありがとうございます。ありがとうね、ゴミ。はいはい、ね、ありがとうね。よし、やばいやばい。髪の毛ちょっとこっち向いてた。やばいやばい、やばい、めっちゃ風強いね、これ。風強い。購入品ショップ、まずはこもる用のお菓子と、あとレトルトとカップラーメン。とりあえずレンジを使わなくていいやつを買って、で洗濯物は早く終わらせて段取りするために回すって。
今日のうちで洗濯物したかったら明日できないもんね。そうね、まだ停電も何もしてないから、うん、DVD 借りに行きたいけど、まあ、もう台風の日の台風の定番でしょ、そう、うん、いいね、いいね、え、でもやんな、やんな、やんな、ちょ、見て俺の顔やべえ、すごい、俺は小太りじいさん、小太りじゃないかな、ね、うん、小ついてるじいさんだからさ、やばいよね、うん、大丈夫、まだ歯痛い、うん、だいぶ痛みは収まってるけど、めっちゃパンパン、2週間ぐらい腫れるって言ってたよ、やばやばいよね、ゆずさんは撮影の間2週間撮影したやつ全部今度パンパンだから、片方だけ、はい、行こう、じゃとりあえずコインランドリーしてギャオ行くよ、そうね、明日の本番に備えるとね、やっぱ、はい、おかえりー、はい、ありがとうランドリーしてくれて、いえいえ、何してんの行くよ行くよ行くよ、早く行くよ、寝れる寝れる、やっぱさ、エリーには定期的なキュンキュンが必要みたい、何話キュン、漫画からキュンキュンを得ているわけ、あ、そういうことね、じゃあ俺じゃなくて漫画からそれは違う違う違う、俺のも欲しいけど違うさ、なんか漫画のズキュンって刺される感じで、生徒さんのわーもう愛おしいな、好きみたいな感じよ、わかる、全然わからん、あそうか、いやお腹すいたな、なんか台風の時さ家にいるさずっと、うん、なんかお腹すかん、ね、ずっとご飯食べたくなるよねとか、なんかお菓子とかさ食べめっちゃ食べたくなる、うん、大丈夫、エリも食べたお菓子だからさ、俺は頑張って今ご飯時間まで我慢して、ダメだ、ご飯食べる前にお菓子食べたら怒られる、違うよ、せつさんあれ食べ過ぎなんだよ、あのせんべいみたいなのお昼ご飯と後の食べて、うん、なんと、ただいまの時刻4時半、じゃあご飯作るから今からエリが作るじゃん、いや俺作らしちゃったもんや、さっきちょっと俺が作るご飯作る楽しみ奪わないで、俺もそうそうすいません、そこまで笑ったの、いや俺が作る、ありがとう、うい、見て、超うまそう、はみ出てます、美味しそうです、イエーイ、ありがとうございます、はい、いただきます、ありがとう、イエーイ、あっつ、どうぞ食べてください、食べてみて、よいしょ、だろ、生徒さんにとって嬉しくないご報告がございます、何、暴風域なくなったらしいですよ、マジ、うん、やば、え、終わりじゃん、台風、うん、いや終わり、待って待って、午前中でいろいろ買い込んだのに明日のためにね、うん、もう終わったの、うん、一応なんか明日も休校、学校はね、休みらしいけど、うん、暴風域ないんでしょ、ちょ、台風だけど、うん、超ちっちゃくなってる、暴風域の伴わない台風みたいな、ああもうそういうことね、もうじゃあただの天気悪い日だね、あ、そう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 、たまにない、たまにあるよね、台風より風強いんじゃないかみたいな日、うん、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、うまっ、焼きそば食ったら美味しいけど、もう口めっちゃ脂ぶる、うん、夜になると風が少し強くなってきて、より台風らしさがあったかなという感じでした、映画を見たちゃんさんはこんな感じですぐに爆睡で、みかんも台風だからかすぐになんかご飯を求めてきました、これが私たちの台風前の一日です、最後までご視聴ありがとうございました、また次の動画でお会いしましょう、じゃあねー。